日本福島県藍津若松市栄町栄町は、福島県藍津若松市の町、郵便番号は965-0871。藍津若松市市街地の中部に位置しており、新名通り南部東側の地域を町域とする。前述のように、町内西部を新名通りが通っており、新名通りはアーケードを備えた商店街となっている。新名通り西側は中町で、 新名取北部は、大町、中央である。藍津盆地南東部に位置する藍津地方の中心都市、藍津若松市の北西部に位置する。周囲の地域とともに阿賀川の支流、湯川瀬瀬投げ川やその支流により形成された、戦場地に発達した市街地、藍津若松市の中心市街地の一部を形作る。東は宮町、西は中町、大町、南は、 東栄町、西栄町、北は中央、馬場町、上町に接する。現在の若松城江戸時代、藍津藩により、周辺が収められていた時代、本町周辺に栄町という地名はなく、王道、本町など、若松城価格内の一部だった。特にこの中でも、本町の通りは、閣内で最も重要な通りとされ、市屋敷や、 役所などが多く存在していたとされる。本庁は、お手川から本和行帝、本二の帝、本三の帝、本四の帝、五の帝、六の日の都からなる東西六条の通りで、町域内には湯川の支流、車川が流れていたとされる。その後、戊辰戦争により現在の本庁周辺は大きな被害を受けた。明治に入ると、 江戸時代からの若松城下の町は再編され、本町、米台、小田垣、王道、権元下格に加えて、小田町、半米町のそれぞれ、各一部が合わさり、若松栄町となる。この町名は、前述のように、戊辰戦争により、周辺の地域が大きな被害を受けたため、以後栄えることを願い付けられたものされている。また、1899年に、 町村制の施行により若松町内の町名となり、若松を監視内、栄町の町名となったほか、1889年には若松町の市政施行により若松市の町名となる。加えて、当町内には後に大町和幸町に移転するまでの間、若松町役場が置かれていた。新名通りの開通などを経て、1955年に当時の若松市と、 高野村、一木村、高座市村、門田村、東山村、大戸村、港村が合併、藍津若松市となったことから、以後栄町は同市の町名となる。その後、1960年代には、本町周辺などを含めた藍津若松市の住居表示が実施される。これにより、現在の栄町のほか多数の町が誕生する。まず、1965年に、 旧来の栄江町の一部が、新たに、栄江町、中町、東栄町、西栄江町、大手町、上東町、上南町、米台、本町、山賀町、湯の川町、南花畑にそれぞれなったほか、一部が都の町、新横町に編入される。ついで1966年、一部が宮町、馬場町、宝町、花春町となる。 そして1967年、一部が城前となった、ほか、上6日、町、大区町、馬場上市の町に加えて、大町和幸町、甲賀町の一部を編入する。その後、町域西部の新名通りを中心に商業が発達するが、近年は商店街の空洞化などが進んでいる。このため、中心市街地活性化を図る動きとして、新名通りなどにおける、 テナントミックス事業、新名通りへのベンチの設置、イルミネーションの実施などが行われている。2017年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。新名通りアーケード内部から新名通りで合図乗り合い自動車によるバスが運行されている。系統通り、ありがとうございます。